今回紹介するのは、性学スタイル、独創力を引き出す情熱的指導術という本です。カズ、ヤスなど63人の J リーガーを輩出した高校サッカー界の名将が語る選手育成法を高校サッカー界で長年異端とされてきたイダ氏自身のサッカーのみならず。 その生き様まが詰まった両所子どもの心のスイッチをオンにするはサッカー関係者だけでなく他のスポーツ指導者や教育関係者の心にも響く言葉でありその意味で本書は伊田氏のサッカーを通した教育論といっても過言ではないまた卒業生の現役 J リーガーの実名を出して 練習嫌いと言ってしまうあたりもいだしらしい個性が垣間見れて楽しく読むことができさらに性学の練習メニューや巻末にはこれまでの性学サッカー部の歴史もまとめられており性学ファンには嬉しいそして 個人的には今まで疑問だった井田氏の監督就任までの経緯を知ることができてよかった。独語はオシャレでインテリジェンスなゴールを決めるグリーンジャージが無性に見たくなった。以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。